よっすー。モナーク実況プレイ早速始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあね、前回いろいろありすぎて、記憶がないな。記憶が。いやー、ちょっとだけ喋っていいですか いやー、想像はできてたじゃん。心と、りょうたろうさんがさ、こう一緒に戦えなくなる理由がさ、ちゃんと作られてる時点でさ、深夜も何かしら理由があるんだろうなとは思ってたけど、まさかあんな展開だと思わないじゃん。あんな悲しい別れあるか。あんなの許していいのか。はい、やっていこう。心から話すか。突然のことすぎてまだ気持ちが追いつかない。本当にね、まるで白昼夢を見せられたような気分。もう夢だったってことにして逃げようか。もう何も思い出したくない。でも優吾さんも新也くんも目の前で確かに消えてしまった。その話やめろや。あれを人の死と定義していいのかはわからないけど。いや、でもそっか、肉体的にはもう死んでるのか。いや、やめようかな。このゲームやめようかな。やばい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 、泣く、やばいやばい。落ち着け、深呼吸しよう。とても恐ろしい何かであることは間違いないと思う。原因を作った夜は危険で不安な警戒対象。でも今の学園長はもっと恐ろしくて危険。夜の言葉を借りるなら壊れてしまっている。取り返しのつかないことが起こる前に止めるべき。そうね、心は強いな。私もう耐えらんねえよ。ギギギ、とんでもないのを連れてきたな。別に私のせいじゃないんだが。分かっているとは思うが、あれは我のように寛大な存在ではないからな。ですね。せいぜい気をつけろよ。最終的に夜も殺した方がいいと思う。それは違いねえわ。いやー、じゃあ行くか。1年生校舎だよね。場合によってはまたレベル上げしないといけないな。あれ？霧がな、ん？誰もいない。あ、人がいない。あ、本当だ。イカリア君とかいないね。え？みんなはどこへ行ったの？夢だ。え？何？こんなの夢に決まってる。俺は夢を見てるんだ。人が突然消えるわけない。ソラさん。嘘でしょ。こんなこと、何もかも全部現実なわけがない。先輩、急ごう。え、人が消えるなんて心当たりは一つしかない。うん。え、学園長に取り込まれた優吾さんや深夜くんと同じように。名前出さないでくれ。名前出さないで。頼むから。名前出されなかったら出されなかったで死んじゃうけど、名前出されると死んじゃうから。名前出さないで。このままだと、そして誰もいなくなったな世界になってしまう。やばいね。やばいよ、あの人節操なしかよ。おかしいだろ。あ、誰もいない。イカリア君が。学園に地下室があったなんて驚き。あったんだよな。先輩。はい。先輩の力に対応するキリがないと学園長は言っていた。言ってたね。それはあなたが自らの意思でイデアを見つけ砕くことができないということ。ああ、うん。そして夜は言っていた。
イデアを砕くとモナークも休眠状態になると、うん、つまりモナークが進んで協力することは考えにくい。はいはい。先輩は自らの力を手放すことができない。そうだね。学園長の言葉を借りるなら、契約者は最悪の目。安心安全を考えるなら、この世界にいない方がいい存在。うん。この世にいてはいけない存在？学園長の理論ではそう。安心安全ではない。うん。嫌になった？愚問。ありえない。嬉しいな。自分のことをいろいろと見つめ直してみると新しい発見があった。うん。私はずっと安心安全が主義だった。でも本当は少し違ったらしい。ん？詰まるところ、はい、私はあなたが危険で不安な存在であっても構わない。え？あなたは私の特別だから。それだけ、ただ伝えておきたかった。フラグっぽい。フラグっぽいけどすごい嬉しい。どうしよう、すごい嬉しい。めっちゃ嬉しい。よし、頑張るぞ。心のためにもソラさんを何とかしよう。え？夜何してんの？あ、目が赤くない。怖っ。怖いんだけど。ねえ、ホラーゲームだって。これは先輩？せやな、弟たちかな。危険はなさそうだけど、気味が悪い。早く先に進もう。いやー、これは夜がやってんのかな。ここも深淵とつながっているようだ。めっちゃいる。得意点のある異界につながる番号だ。感謝して使う。やば。やばくない？おもろ。さあ、じゃあ戦いに行きますか。早く探索したいな。ウキウキだよ。さあさあ、55。まあ多分ボス60かな。こう見た。あー、なるほどね。よし、戦いますか。まあここもカットかな。行くぞ。行こうか。望む未来のため。こっち進む。無事終わったな。はい、オッケー。必然の結末。やっぱ強いな敵。まあでも60でも十分いけそうな気がする。大丈夫かな。あ、強い。めっちゃ強い。いいね。よし。さてさて、探索しますか。いやー、すごいな。いやー、写真撮りてー。撮るか。やーば、気持ち悪い。うわー。めちゃくちゃおるが。フンの怠惰暴食嫉妬。はいはい。はい、2653。よし。オッケー。うん、1Bの階段よくね。うん。
いやあ、びっくりした。ここに持ったんか。あー、じゃあそうだな、1回出てで回復してから横のとこ行こうか。ね、このまま行こうと思ったんですけど、ちょっと一回そうだ、平均65くらいにして、で余ったら私75くらいにしようかなって思ってます。はい、じゃあ心から2000くらいかな、隠したいって。レポート、あ、射程伸びるのか、いいな。クリティカルレポート上げちゃおっか。覚醒するかどうかわかんないけど、レギオンなら確定で即死。まあ2000くらいのやつを上げつつ、よし、これで65、次5マイルね。5マイルはね、広域肉体治療を上げちゃおうかな。これでね、マックスまで行きましたね。身体強化、これか。結構、あれだよな、コストがだいぶデカめになってきた。よし、2000のやつをあげたいかな。蘇生、あ、蘇生も強化したいね。コスト下げる、まあ、とりあえず1個65。次にじゃあ蘇生の強化していこうかな。サイダイルは抜いて、ボショエル、ボショエルはね、最近結構使うからあげちゃおうかな。2連もあげていいんだけど、アブソリューション HP も最近ちょっと使うようになったからあげたいんだけど、とりあえずまあ置いといて、ブショエルはほぼ3000とかだね。この辺かな。全か。だったらアブソリューション HP 上げちゃおっか。よし、じゃあ次かける。かけるはまだ2500。3000。あー、敵召喚これも取っちゃうか。優秀ゆえにコストがね、コストっていうか重いんだよ、なかなか。3000か。3000のやつあげちゃうか。行動不能耐性、状態で上連、こんなもんかな。じゃあふぬちゃんは、じゃあもう3000くらいかな。ぽいね。あ、狂乱舞。これで全技取れた。ちょっと足りないかな。まあ何でもいいか。上げてっちゃおう。開運将来。一括。これか。いいんじゃないかな。2000しか余ってないな。あげられないよね、多分。主人公が一番使うもんな。まあ、特にいいか。こんな感じで
ボス戦まで駆け抜けられるかな。よし、じゃあセーブしていきます。はい、ここだね。よし、鍵開けて、割とすぐね行けた気がするので。あとパスワードとかあったっけ。だよね。あったあった。あ、でもあれか、本校舎と1年生地下の2。取ったもんね。もう一回取れんの？取れる。サインメモ。仮バネ。もう一回取れるわけじゃないのかな。とりあえず、一個取ったから、ここだね。よし、行きますか。じゃあ、一つ目のイデアですね。あれがユーゴさんのイデア。うん。くすんでいて不思議な色合い。はい、いきなりクルー。レギオン。うん。予定調和の妨害者。先輩、早急に倒してソラさんを止めよう。オッケー。先輩待って。え？でも、え？様子がおかしい。確かに色が違う。色が違うけど。でも、でも。え？あ、やばい、どうしちゃった。え、何？怖い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 。深夜くんだけど、深夜くんじゃない。え、でも深夜だよ。深夜だよ。これは霧の中で見かけた先輩と似てる。あ、作られたやつ。外見は深夜くんだけど別の何か。深夜じゃないの。ちょっと待ってよ。やだ、戦いたくない。BGM がいい。戦いたくない。嘘じゃん、こんなありかよ、マジか。いや、あの超めたい話をしちゃうと、サントラにね、あのちゃんと深夜の曲も入ってるんですよ。それを踏まえて多分どっかで戦うことあるんだろうなって思ってたんだけど、これはちょっと予想してなかったな。学園長は存在操作の力を持つモナーク。イデアを守るために彼女が意図して配置した可能性がある。すげえなあいつ。どれを配置したら効果的かなっていうの絶妙だよね。絶妙。きちい。あれが深夜くんの姿をしているのは私たちからの油断を誘う目的かもしれない。だろうね。だろうね。きつい。本当だよ。深夜くんは学園長を信じていたのに、こんなのひどすぎる。ソラさん、悪口ダメ。かわいい。ちょっとかわいいな。先輩、惑わされないで。これは深夜くんなんかじゃない。だって無理だよ。私じゃ無理だよ。
もうやめない、こんな無意味な争いきついって、精神攻撃が過ぎる惑わされますよ、そりゃ。深夜君を冒涜する者、尊厳の破壊者。そうか、本物じゃないんだもんね、本物じゃないんだもんね。躊躇したらダメ。強いからな、深夜戦いたくないな、普通にやばい、ちょっと待って、泣くんだけど、どうしよう、やばい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 、きついきついきつい、どうしよう。あーもうザーだってギュッえ、止まんないじゃん、そうそうじゃん、あーそ、あー三三で分かれてる、あーそういうことね、あきつい、どうしよう、あーあきつい、どうしよう、あーやろう、行こう、戸惑うな、あれは偽物だ、戸惑うな。